乙村さんですか？あ、神父さんですか？神父の氏神です。はじめまして。じゃあ行きましょうか。あれ、教会の中でやるんじゃないですか、懺悔って。懺悔ではなく国会ですね。あ、国会って言うんですね。はい、国会はどこでもできるんですよ。私は青空派です。なるほど。では早速始めましょうか。神に心を開いて罪を告白してください。僕のせいで人生が狂っちゃった人がいまして。もうちょっと具体的に。ですよね。1年ちょい前、僕が映画館のトイレにわざと置いていた DVD がありまして、誰か拾って見てくれるといいなって軽い気持ちだったんですけど、この前その DVD を拾った人と偶然会いまして、その人女性なんですけど、その映画冬の旅に影響されまくってて、世捨て人みたいな生活になっちゃってたんですよ。世捨て人っていうと、あ、映画のイントゥーザワイルドみたいな。どちらかというとノマドランドみたいな感じです。ノマドランドですか。でもそれは仕方ないですよ。え、映画で人生変わっちゃう人はいますから、それは映画の責任でも映画を見せた人の責任でもありません。ですよね。僕の責任じゃないですよね。あー、よかった。僕もそうなんですよ。実は神父を目指したのは映画がきっかけです。え、そうなんですか？エクソシストとか。いや、私は告白するという映画です。ヒッチコックの。神父さんが殺人犯に殺人を懺悔されて、でも誰にも言えずに困っちゃうやつ。あれ面白かった。国会ですね。あ、国会。乙村さんも見たんですか？私は告白する。はい、友達と3泊4日でヒッチコックマラソンした時に見ました。神父さん、僕何か変なこと言いました？僕も国会していいですか？懺悔されたの？その神父に。殺人じゃなくてちょっとした詐欺だって。あ、詐欺。それと懺悔じゃなくて国会。その彼、仮にジョン・ドーとしましょう。ハリウッドスターのサインを真似て色紙に書いて売っているというのです、メルカリで。あ、そういう人がいるってニュースで見たことあります。私も国会のたびに悔い改めるよう説くんですが、神様は許してくれるはずだと言って聞かないのです。神父は信者の国会を漏らすわけにはいきませんから、警察に通報することもできないし、もうどうしたらいいかわからなくて。どうしたらいいでしょうか？知らないですよ。っていうか、その神父、他人の国会音に言っちゃっていいの？なんか特殊なキリスト教の一派だから、友達なら許されるんだって。本当？モグリなんじゃねえの、その神父。モグリじゃないと思うよ。だって体に鉄条も巻いてたし、自分の罪戒めるために。いやいや、それやってんのかなりマニアックなキリスト教一派のはずだよ。家に帰ったらトゲトゲの鞭で背中打ってるんだって。え、バラの名前それ。ていうか本当に自分で打ってんのかよ。マスクかぶったキャットウーマンみたいな女に打ってもらってるんじゃなくて。ミノルも氏神神父に会えば信じるよ。マジだからあの人。大丈夫ですか？
お水どうぞ。神父さん、もうやめてください、こんなこと。そうですよ。自分を痛めつけても罪は止められないですよ。分かってます。でも警察に通報することはできないし、どうしたらいいのか。大丈夫ですよ。音と俺で何とかしますから。本当ですか？ええ、いいプランがあるんです。あそこがジョン・ドーの部屋です。そのジョン・ドー、一人暮らしなんですか？昨日も国会があったので、あれこれ聞き出しておきました。一人暮らしで、彼女もいなくて、好きな映画はアクション系で、好きな女優はジーナ・ガーションとキャリー・アン・モスとスカーレット・ヨハンソンだそうです。全員ピチピチボンテージ似合う女優じゃないか。で、ツイッターのアカウントが楽して金儲けたいだそうです。楽して金儲けたいね。音調べて。バイト中なんですよね。はい、あと1時間は戻ってきません。あの、本当に忍び込むんですか？危険じゃありません？まあ危険ですけど、いろいろ方法あるんで。ブルーベルベット方法とか、害虫駆除のふりして入れてもらうとか、マンハッタンマーダーミステリー方法とか、警察のふりして入れてもらう、エースベンチュラ方法とか、宅急便の人のふりして入れてもらうとか、ファニーゲーム方法とか、卵を借りるふりして強引に入る。まあでも今回は玄関マットが敷いてあるんで、ダイヤル M 方法でいけるんじゃないかと。ああ、玄関マットの裏に鍵を隠してある可能性はありますよね。それです。それで中に入って犯罪の証拠を取ってくる。で、誰が行くんですか？神父さんですよ。僕は無理ですよ。ジョンド、猫飼ってるんですよ。僕、猫アレルギーなんです。そんなの、入ってすぐ帰ってこれば大丈夫ですよ。仕方ない。オト、行くぞ。え？仕方ないだろ、神父さん猫アレルギーだって言ってんだから。でも、それに気になるだろ、どんな猫飼ってるか。確かに気になりますね、どんな猫か。証拠だよ。最近はキアヌのサインコピーしてるらしいぜ。猫ちゃん、どこかな？スカーレット？それともジーナかな？出ておいで。これ、キアヌのサイン練習してる。敷地まで書いてあるぜ。サインの練習って太陽はいっぱいかよ。ごめん、ちょっとトイレ借りるわ。もしもし、帰ってきちゃいそうです。え？今角のコンビニで買い物してる写真がツイッターに。マジで？おい、音行くぞ。え？ジョン・ドー戻ってくるって何やってんだよ。今ちょうど途中で。途中って、俺先に行くからな。急げよ。あの、音村さんは？あいつ逃げ遅れた。忍び込んだ家でトイレとかパルフィクションだ、トラブルだかよ。下ベッドの下に隠れたんですか？無事隠れられたみたいです。スリーピングタイトの変態管理人かよ。でも早く助け出してあげないと見つかってしまうかもしれませんよね。神父さん安心してください。音は身を潜めるプロなんです。
前にシリアルキラーの女に付け狙われた時も。シリアルキラーに狙われたんですか？はい、あの時も音は狭い路地裏で3日間身を潜めていたんです。でも食べ物とか。その心配もありません。音は非常時のために常にポケットの中にフライドポテトを忍ばせてるんです。ナポレオンダイナマイトスタイルで。すごい。じゃあプロだ。そうなんです、プロなんです。だから僕らは落ち着いて救出作戦を練りましょう。飯でも食ってから。ああ、そういえばお腹空きましたね。おお、キャリアムスちゃん、ここにいたんですか。いい子ですね。猫、キャリアムスだったか。ミノさん、ん？楽して金儲けたいから投稿します。3連休だから MCU マラソンしよっと。マーベル映画って詳しくないんですけど、続けてみたら何時間ぐらいですか？61時間。ってことはその間ジョン・ドゥは外に出ないつもりでしょうか？いくら MCU でも退屈なシーンはやってくるから、その時奴は絶対寝るはず。だからそのタイミングで音を救出しましょう。でも退屈なシーンっていつ来るんですか？それが分からなきゃ。分かります、 MCU のエキスパートなら。一作目のアイアンマンから見始めるとして、最初の眠たいポイントは2本目のインクレディブルハルクに来るよ。スタートから3時間12分のところで確実に寝てるはず。すごい。そっか、あと10分か。音に知らせよう。あと10分か。よし。あれ？アイアンマン2見てるみたいですよ。え？インクレディブルハルクじゃなくて？マジ？インクレディブルハルク飛ばしたのかよ。MCU 素人め。ってことは、次退屈なシーンが来るのはいつですか？キャプテン・マーベルだから51時間後かな。は？ 51時間って2日以上じゃないですか。時間です。よし、じゃあ出てこい。音、もしジョン・ドゥが追ってきたら芝居てやろうぜ。バッテリーが切れたんだ、きっと。どうする？突入して救出しましょうか。音、落ち着け。キルビルだ。足の指を回してゆっくり。足の指を回して
足の指を回して。わかった。じゃああと1分経って出てこなかったら乗り込もう。でも言っとくけど、1分ってめちゃめちゃ長いから。イングマール・ベルイマンの狼の時刻でもやってたから。よし、じゃあスタート。今やっと10秒。めちゃめちゃ長いから1分で。今やっと30秒。どれだけ1分が長いことか。残り15秒。長いんだ1分。やっと1分。どれだけ長かったことか。はっ！あっ！おい、オト！生きてるか？助けに来たぞ！オト！いない。見つかったとかで、バラバラにされてトイレに流されたとか。ウビキ、もしもし、オト、どこだよ。え、家だけど。家？いつ戻ったんだよ。え、おととい。はぁ、ジョンドー、アイアンマン2の後、フットルース見て寝ちゃったから抜け出したのよ。俺たちずっと待ってたんだぞ。そうなの？ごめんごめん。でもちゃんとホワイトボード持ってきたから。